はい、としきです。皆様に大切なお知らせがございます。単刀直入に言いますと、 YouTube ライブができなくなりました。僕はパソコンを持っていないので、 YouTube ライブはオムレットアーケードというアプリを使っていつも配信をしているんですけれど、ここ最近配信をするたびにだいたい10分ぐらいで配信が落ちてしまうという現象がずっと続いておりまして、で、ずっと原因を調べてたんですけど、なかなか改善する気配がなくて、で、せっかくね、皆さんに遊びに来ていただいてるのに、配信が途中で切れてしまって、皆さんになかなか楽しんでもらいづらい状況になってしまってたので、今回思い切って YouTube ライブを一旦休止することにしました。YouTube ライブに関してはまたその症状が改善しそうだったら再開したいと思ってるんですけれど、でも以前から配信落ちたりってことは多々あったので、もしかしたらパソコンを買うまではもう YouTube ライブはできないかもしれません。僕このオリックス純正プロスペースで YouTube してて、生配信めちゃくちゃ楽しくて好きだったので、これができなくなるっていうのはかなり悔しいというか悲しいんですけど、でもやっぱリスナーさんに楽しんでもらいたいので、今回決断させていただいたという形になります。生配信でやってた名人を目指すランク戦っていうのは、ここ最近生配信少なくてショート動画が多いので、気づいてる方はいらっしゃるかもしれないんですけれども、ショート動画で面白い試合をピックアップして皆さんにお届けするっていう形にしようかなと思っております。なので最近ショート動画が増えていたっていうのはそういうことでございます。もしよろしければそちらでYouTube の方は楽しんでいただけたらなと思います。通常動画に関しては今まで通り上げていきたいなと思っております。そして生配信に関してなんですけれども、ここからは嬉しいご報告という形になるかなと思います。もう実際この動画を撮る前にデビューはしたんですけれども、この度ミラティブでの配信を始めました。で、ミラティブなんですけれども、やってみた感想、すごくねリスナーさんもすごく見やすい環境かなと思います。今まで僕は16対9横画面の中にゲーム画面が入ってたので、ゲーム画面が小さく見えてたのかなと思うんですけれども、ミラティブに関しては縦画面で配信を見ることができるので、その辺はすごく見やすくなってて、で、コメントのレスポンスもね、かなりラグがかなり少なくなってるんで、コメントに対してもすぐに返答することができるので、よりね皆さんと会話に近い感じでやり取りできるようになるのかなと思っております。で、せっかくね、ミラティブ始めたので、ミラティブでも皆様に応援していただけるような配信をしていきたいなと思っておりますので、もしよろしければフォローしていただけたらなと思います。フォロワーは 100% させていただこうかなと思っております。で、ミラティブのアプリがないと配信を見ることができないので、もしミラティブのアプリを持ってない方いらっしゃいましたら、これを機にですね、ミラティブアプリをインストールしていただいて応援していただけたらすごく嬉しいなと思います。名人を目指すランク戦に関しましては、ミラティブの方で引き継いでやっていきたいなと思っております。はい、そしてもう一つ、こちら YouTube の動画に関してなんですけれども、今までねプロスピエースがほぼほぼ 100% 占めてたと思うんですけれども、この動画を撮ってる次の日にパワープロ買ってきます。で、正直僕はパワープロ買える状況ではなかったんですけれども、リスナーさんから本当に熱いありがたいお気持ちをパワープロしてほしいというお言葉をいただきましたので、もうすぐに買って、で、なるべく早く動画化したいなと思っております。ということで、パワープロ2022の実況本格スタートさせていただきます。一応予定では栄冠ナインとペナントとマイライフ、こちらの3点をやっていきたいなと思っております。なので今後はプロスペースとパワープロ2022の動画を YouTube で上げていきたいなと思っております。ちょっとスイッチの配信に関してはまだあんまり慣れてない部分があるので、ちょっといろいろ勉強しながらになるんですけれども、一応機材はね揃ってるので問題なくできると思います。ちらっと始めたプロスピグランドスラムのペナントに関しましてはまだ1本しか上げてない状態なんですけれども、今回パワープロ2022とプロスピエースに絞るということで、ちょっとかなり中途半端な形にはなってしまうんですけれども、こちらも休止とさせていただきます。パワープロに関してはプロスピエースと同じぐらいの熱量で今後やっていきたいなと思っておりますので、今後に期待していただけたらなと思います。パワープロもねかなり面白くしていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということでね、前半はちょっと悲しいお知らせだったんですけれども、後半はかなり盛りだくさんのワクワクする情報になってるかなと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。ということで、としきでした。バイバイ。さあ行くぞ。